では太もも触ってくね。これが腰痛によく効くやつですね。これはね、支えの手ですからね。逃がさないためにやってます。なんか切れちゃいそうなんですけど。切れない、切れない、大丈夫、大丈夫。切れた人いない。神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんですね。で、なので、ね、しっかり緩めていきますで、私がわざわざ説明したってことは、そう、めちゃくちゃ痛いんです。これ言葉の洗脳なんですね。